イーチャリティーチャンネル。はい、こんにちは。イーチャリティーの犬伏です。近本です。今日もですね、こちらハイブリッド近本さんにですね、横浜のねお店まで来ていただきまして、コラボ動画をですね撮らせてもらいたいと思うんですけども、今日はですねこちら前もねちょっと撮影させてもらったんですけども、 TB1E、 今日はちょっとね近本さんのキョロちゃんがね一緒にちょっとついてましたけども、前回はねハイブリッド走法ということで、積極的にね充電をたくさんして、できるだけねそのコンセントで充電しなくても乗れるような乗り方をですね紹介させてもらったと思うんですけども、今回はですねちょっとねそういったストイックな乗り方がちょっとしんどいかなっていう人向けに、より楽にですねこの TB1E に乗ることができて、でさらにその回生機能をですねフルに使ってしっかり充電もしていくっていうね乗り方をですね教えてもらえるということで、近本さん今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ近本さん今日は楽な、まあ、乗り方で、まあ、より充電機能をしっかり使って乗るのかっていうのをね教えていただきたいんですけども、はい、今回はですね、この回生機能付きの電動アシスト車の一つの売りである下り坂の自動ブレーキですね、はい、自動ブレーキ、これの設定を初期設定じゃない設定で、はい、試したいと思います。なるほど。で今回の特に坂が結構ある方ですね、はい、まあ、緩めの坂上り下りが多い環境の方は非常におすすめですので、はい、なるほど、ぜひですねあの真似していただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあ近本さん、はい、まずですね、あの説明書にですね、はい、この回復充電機能についてってページがありまして、ちょっとこれはあのアルベルト E の説明書なので若干ページの数字は違うかもしれないんですけど、はい、回生充電の機能ですね、回復充電のモードが、3つありますと、はい、標準だと、はい、初期設定は 1L になっているんですけれども、はい、これを 1H にして今回は運用したいと思います。はい、はい、なんでこれからねじゃあ実況を使って1H に設定します。わかりました。その、 あのやり方はここに書いてあるんですけど、今回は実際にあの実演を、はい、まず電源を入れます、はい、でこの状態でブレーキレバーを握りながらライトボタンと電源ボタンを同時に長押しします。はい、はい、これで今 1L ですね、はい、っていうモードなんですけど、この状態でライトボタンを押すと 1H、はい、なるほど、 0L と変えられます、はい、で今回は 1H ですね、はい、に設定したいんで、これでこの状態で、電源ボタンを押すと設定完了ですね。なるほど。電源が来ます。でもう一回電源入れると 1H に設定している状態で立ち上がります、はい、なるほど。で今回はこれでいきたいと思います。わかりました。で、まあ、あのこれ下り坂の自動回生なんですけれども、はい、実はねあの平地でもその状況っていうのを試せるんで、はい、あの平地でここをちょっとこう回って、はい、その下り坂の自動回生どういうふうに変わるかっていうのをやっていただこうと思います。わかりました。ちなみになんですけど、はい、その 1L と 1H の違いをちょっと教えてもらっていいですか。はい、1L と 1H なんですけれども、はい、平地の自動回生っていうのは同じです。はい、要は平地でペダルを漕がないときに、はい、自動でちょっとした回生ブレーキがかかるということですね。なるほど。で、あと下り坂の自動回復、ここが違います、はい、で 1L だと下り坂だと検知したら弱い回生がかかり続けます、はい、で、まあ、この回生力はこの平地の時と同じ回生力がかかるんですね、はい、だけど 1H の方は、はい、強って書いてあるんですけど、実は無段階で、はい、勾配に応じて、はい、そっかあの回生力が変わるんですね。ブレーキ力が変わってできるだけ最初の速度、最初に下り坂に差し掛かった時の速度を維持しようっていうような制御が働きます。なるほど。ではですね、この下り坂の自動回生ってどういうふうなメカニズムでかかるかってことなんですけど、ペダルを漕いでない状態でモーターの回転が上がったら下り坂だと検知します。なのであのよく勘違いしやすいんですけど、あの傾きセンサーがあるわけじゃないんですね。これ下り坂はどうやって検知してるかっていうと、ペダル漕がない状態で速度が上がるモーターの中のセンサーですね。で速度、回転速度が上がったら下り坂だと検知して、その上がり方ですね、速度がバンバン上がったらきつい下り坂だと判定して、より強い回生力をかけるという形になります。なのであの、まあ、傾きのセンサーじゃないから平地でも、要はペダルを漕がない状態でこのモーターの回転を変えれば、この自動回生っていうのが働くんですね。なるほど、はい、じゃあちょっとここで回転しながら、はい、やります。はい、で今ね実は回生かかってるんですよ。
ちょっと手元が映らないと貼りにくいと思うんで。はい、じゃあ早速ね、鹿本さんに教えてもらった通り、ちょっとぐるぐるね、回してみたいと思います。よし、あ、今回生してます。結構しっかりね、ブレーキ効いてる感じしますよ。はい、今ね、1H でぐるぐる回りましたけども、まあ、ペダルを止めた状態でぐるぐる進むっていうので、まあ、TB1E はですね、坂道だというふうにね、認識してですね、しっかりとね、耐性ブレーキが効きました。じゃあ次はですね、1L にね、モードを変更して、やっていきたいと思います。はい、1L に設定されました。じゃあもう一回ね、ぐるぐるやっていきます。お、耐性効いてます、効いてますけど、さっきより全然やっぱり軽いですね。ブレーキがね、さっきよりは全然強く感じない感じですね。さらにちょっと目回りそうでやばいですけど、はい、これでね、 TB1E の、坂道のね、耐性充電の仕組みが分かりました。じゃあ次はね、実際にこれに乗ってですね、下り坂でね、どういうね、坂道のね、ブレーキの効き方になるのか、やっていきたいと思います。はい、じゃあ今からですね、下り坂をね、こちら 1L のモードで、下っていきたいと思います。じゃあ行きますね。はい、今ね、下り坂を認識して耐性がスタートしました。 1L なんでですね、ちょっと徐々にね、下り坂のところが、耐性ブレーキ、耐性充電がね、しっかり効いてるんですけども、この坂だとね、やっぱ加速の方がね、速くなっていくような印象です。はい、じゃあ次はですね、モードをね、 1H に変更してやっていきたいと思います。まあ、下り坂のね、この勾配によって、耐性ブレーキのね、強さが変わるっていうことなんで、さっきとね、同じ下りを下ってですね、途中でですね、ちょっと緩いね、下り坂の方に移動して、で最後ね、またちょっと急な下り坂の方に走るようなルートで行ってみたいと思います。よし、はい、ブレーキ効きました。おお、さっきよりしっかり効いてますね。まあ、さっき乗った時はですね、まあ、ちょっとね、この下り道の場合でしたら、ちょっとスピード出すぎて怖いかなっていうようなところがあったんですけども、まあ、この 1H のモードにしたらですね、この急な坂でもね、全然余裕で、ブレーキをかけずにね、下ることができます。お、今ですね、軽い道にね、あ、今ちょっとね、軽い坂道の方に変わったんですけども、耐性ブレーキがね、ちょっと緩みましたね。ちょっと止まれなんで止まります。で、次またね、急な下りの方に行ってみたいと思います。おー。やっぱりね、坂道がね、急になるとですね、しっかりね、ブレーキの効きがね、強くなって、もう本当にね、両手ノーブレーキでもね、安心して下れるスピードで行けますね。はい、さっきね、まあ、下りでですね、耐性ブレーキのですね、強さが変わるっていうのは体感できたんですけども、これ平地のね、押し歩きでも体感できるっていうことだったんで、まあ、今からこのね、 TB1E を押してですね、スピードを変えてね、走って、ブレーキのね、強さの違いを体感してみたいと思います。それでは行ってみます。お、ブレーキ効きます。あ、結構強く効きますけど、今緩くなりましたね。そして速くすると、おお、めっちゃ強くなる。すごいですね、これは。平地でもね、
ちょっと僕が走る速さ変えただけでもですね、このブレーキのね効きがしっかりね違うなっていうのがね感じれるぐらいですね、下り坂のこのブレーキ調整ねしっかりとね効いてます。はい、ということでね、実践編の方もやってみたんですけども、 1L と 1H ってモード変更して使うっていうようなことをあんまり考えてなかったんですけど、初期設定でねそのまま乗られてる人って結構多いと思うんですけど、まあ、今回ですね 1L と 1H っていうモードをね試してみたんですけども、違いは感じられましたかね？違いすごい分かりました。やっぱり 1L とですね 1H でしたら、まあ、1L ってねちょっとした坂でも、まあ、もちろん回生ブレーキって効いてるんですけど、まあ、ちょっとずつこうスピードが速くなっていくんで、まあ、ブレーキをどうしてもかけてしまうんでエネルギーの効率が良くないというか、ブレーキの設定、前回の動画で言った、はい、それをちゃんとしてれば、要は回生ブレーキだけかける状況っていうのを作る、なるほど、ブレーキの遊びを大きくすれば、はい、まあ、効率は変わらないんですけど、はい、ブレーキの調整硬い、はい、今まで乗ると摩擦ブレーキ、要はエネルギー的にロスをするんですけど、はい、まあ、今の 1H の設定にしていただくと、はい、全部回生ブレーキだけで、なるほど、速度維持はできるので、なるほど、まあ、効率も上がるという形、はい、わかりました。 1H だと本当にその 1L でちょっと加速して、まあ、ブレーキかけないとなと思うような場面でもしっかりまあブレーキが効いてくれるんで、まあ、前後本当にブレーキなしで下っていけるなっていう風に感じたんですけど、あれやっぱりすごい急な坂だとちょっと加速っていうのはしていくんですか、ね、最大の制動力を上回ってしまうと、はい、どんどんスピードが上がってしまうので、はいはいはい、なので逆に言うとそうじゃない緩めの坂だったら速度維持ができるんですね。なるほど。ただメーカーさんは速度維持できますって言っちゃうと今みたいに急な坂だとできなくなっちゃうんで、はい、そういう言い方はしてないっていう形で、なるほど、制御的には速度維持しようっていうようなプログラムというか、なるほど、基盤してエンジン走ってるんです、マイコンが。はい、わかりました。まあ、本当にね安全面でもねすごくいい機能ですよね。さらに全てのこう下りのパワーを回生してバッテリーに戻せてると思うと、なんかそれはそれでまた嬉しいっていうか、はい、すごくねいい乗り方だというふうに思いました。 TB1E に関わらずですね、まあ、他の回生機能付きのね自転車に乗られている方もですね、こういったね3モードね、そうですね、2020年以降のモデルに限るんで、ちょっと古いモデルだと若干設定が違ったりこの機能はなかったりするんですけれども、はいはい、2020年以降のモデルでしたら、はい、どの車種でも問わずこれがあるので、はいはい、そうですね、していただきます。それぞれ人によって、はい、まあ、いいなって思うモードは違うと思うんですけども、まあ、1H もねぜひ一度試してもらってですね、快適なね自転車ライフにしてもらえたらと思います。今日はどうもありがとうございました。